gambling pool, cracker jack, take off now, don't look back, but hey. こんにちは、斉藤です。斉藤です。はい、こんにちは。こんにちは、はい、寒くなってきた。寒いね、うん、今日 L&C のカレッジパーカーです。裏希望のこんな感じでモコモコのフロッティープリントってやつですね。なんかあのフェルトみたい、うん、僕のサンド、僕のオーキッド、そうでございます。はい、今日は田代運動公園河川敷に初ニコさん、初メリさん、あれ言います？うん、ここにあったかいメリさんいるの？電気毛布やってんの？そう、あのバッテリーは？モバイルバッテリーでやってる。来ております。またかじってますよろしく、よろしく。はい、で今日なんですけども、はい、ハルピンさん、今日何の日か知ってますか？今日何の日か知ってる？たくさん食べていい日、鶏肉。 まあそうそうそう、クリスマス。クリスマスです。今日はクリスマスイブです。勝手にですね、はい、勝手にっていうか自分たちにですねご褒美を買ってしまいました。どれ、何あれです。なんだこれ。でん、ブルースカイ。ブルースカイという、うん、うわ、焚き火台を買ってしまいました。何これ。二次燃焼なんですよ。かっこよ。かっこいいよね。アメリカのやつなんだけど、え、なんかコストコ、ジョイフルホンダ、ホームセンターのジョイフルホンダが輸入してて、おネットで買えました。ペレット、うん、結構昔にこれ欲しいなって思ってて、うん、買えなかったんですよ、在庫なくて。あ、そうなんだ、うん、で、この間ね、あの在庫あったよっていう情報を聞きまして、これはやばいと。これはやばい、うん、え、かっこいいね。ちょっとご褒美で買わせてもらいました、うん、わーい。ということで、これね、本当に、ね、僕かっこいいと思ってて前から、うん、これをちょっと今回はレビューしたいなという動画でございます。なんかちょっと海外っぽくて、うん、アメリカンっぽくて、そうそうそう、なんか海も山もなんか可愛く、うん、似合いそう。このブルースカイアウトドアリビングっていうアメリカのメーカーなんですよ、うん、あ、じゃあこれ見れば他にもそうそういろんなのあるんだ、うん、そうそう、あるんだけど日本に輸入されてるのはこのこれだけ、このタイプ。そうそうそう、なんだ。早速ね、暗くなる前に開封していきたいと思います、はい、楽しみ。はい、お願いいたします。お願いします。じゃあ知らんよ。開けます。はい、説明書。うわーい、あ、おい、空ブルースカイ、よいしょ。うわー、かっこいい。やべー、かっけーぞ。やべー、これかっこいい。わかったわかった、落ち着いて落ち着いて。予想通りにかっこいい。すごい。すげー。これは収納袋か。うわー、うわー、いいじゃん、いいじゃん、かっこいいじゃん。はい、収納袋。かわいい。なんかさ、みんなが持ってないようなやつが欲しかったんだよね。ね。で、ででん。テンション上がるね、これ。めちゃめちゃかっこいいじゃん。かっこいい。これ多分受け皿かな。こう、これ下に置くやつ。想像以上に、なんか写真通り。ね。そして、これ。いいよ。いいよ。よし。いいよ。取っちゃうか。よいしょ。重い？重い、結構。はい、これがあの焚き火の薪を入れる部分。まあ一応ペレットストーブっていう感じなんですよ、くくりとしては。あ、だからこんなにこう細かい。そう、ロストルがこんな細かくなってて、でちゃんとこう二次燃焼の穴が内側についてます。はいはいはい。でこっちはあのこう下受けだよね。こっちが下、うん、でここに多分こう乗せて使う感じ。すごいかっこいいじゃん。そうだそうだ、ただ乗せて使う感じ、ね、そうで、しまう時は灰を捨てて、うん、まあこうこう捨てて、はいはい、こうやって灰普通に捨てるでしょ、まあ、こっちにも灰が溜まってたら、うん、こっちも捨てて、ここに入れて、ちっちゃくなる。で、ここにこういう感じで、
よいしょ。おお。いいじゃん。いいじゃん。ね、コンパクト。すごい。いい感じです。デザインが可愛すぎて、ね、めっちゃテンションが上がった。これはいいわ。なんかちょっとロケットみたいなさ、うん、感じで。よいしょ。ちょっと袋がきついか。ぴったりぐらい。まあで今回は一応ちょっと心配なので、はい、一応ね焚き火シート敷いて、うん、やってみたいと思います。よいしょ。なんでこんなかっこいいんだ。安定感的には上がさ、うん、でかいっていう。そのいいね。あでも全然、あ全然安定してる。全然安定してるよ、うん、グラグラとかない。はい。で今回はこれペレットストーブってことなんで、まあ、薪ももちろんいけるんだけど、今回はペレット最初に使ってみようかなと思います。でその後ね薪も入れてみますんで、でここのね穴の直径とか深さに関してはテロップで書いておきますので、ちょっと参考にしてみてください。あとは販売の URL を概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。ここにねこれ焚き火の前ペレット買ってきたんで、ペレットはあの僕らコメリだよね、うん、で安く買えるので、いつもペレットはコメリで買って、こういうなんていうのこうペール缶、うん、に移して使ってます。10キロでこれ1袋10キロだいたい700円ぐらいかなで売ってるんで、なんか薪よりももしかしたらお得かもしれないよね。じゃあペレット入れて、どんぐらいペレット入れて燃やしていけばいいんだろう。なんかねでかいからさ結構入れないとダメなのかな。ね、すごい大きいよね間口が。ちょっとバーナーでやりましょうか。焚き付けとバーナー使って、うん、ちょっとずるいけど文化焚き付けとバーナーでいきます。まあ今日はどんな感じかっていうのをね。そうそう。あら初めての焚き火ですねニコさん。どんな感じでどんぐらいの火力で燃えるのかをやってみたいと思います。怖い。それではお待ちかねのニコメリ初焚き火体験でございます。あーニコそれやったらベッドなくなっちゃう。焚き火見よいしょ。メリーは寝ちゃったのかな。メリーは寝ちゃったのかな。いい感じに燃えてきたよ。まだ二次燃焼はしないね。うん。だいぶ炎が着火はしてるので、あとはペレットにだんだん火がついていけば OK だな。ちょっと待ちですね。はい、はい、冬の必須アイテム大型反射板です、はい。まあ、リフレクターね汚っ、うん、味があるんです。汚いです。こういう感じで焚き火のところに置くと反射してめっちゃあったかいんですよ。これ結構使えるので、まあ、うちの L&C で売ってるやつです。全然もう 1.5 倍から倍ぐらいあったかくなるんで、これをすると、うん、ちょっと火がね強くなったらこれ使おうかなと思います。概要欄載せておきます。宣伝。でもマジでこれあるとないで大違い。これは本当に買ってよかったっていうか、本当に使ってよかったアイテム、うん、冬のアイテム。よし、ちょっとね様子見てから。だいぶ炎上がってきました。もうちょい多分強くなると思うんで、まだね穴から炎出てないからもうちょっと様子見ます。いろんな映像があった方が。おお熱いめっちゃあったかそう。
よいしょ。はい、こんな感じでリフレクターをつけると、まあこうペグでうちは止めてます。裏側こんな感じでペグで止めて、こっちも止めて倒れないようにしてます。これで超あったかい、こう反射してめちゃめちゃあったかいです。すごい炎がもう出来上がったな。おお、すごいぞハルピン。すごい、すごーい、すごい炎がめちゃめちゃ強いじゃん。めっちゃあったかい、めっちゃあったかい。これは二次燃焼めっちゃしてる ね、綺麗だね、綺麗。なんか結構さ、うん、してんのかなみたいなの多いじゃん。そうそうそう、あんまりうちらがさ、うまくないのかもしれないけど、すごいなんか全部の穴から出てる、取り込んで出てる。これでもう完成ですね。めっちゃ上がるじゃん炎。あれ、ニコさんとメリさん寝てます、うん、ね、はい、あったかいみたい。あったかいね。いやいやいや、めっちゃすごいよ炎。すごいパワーね、やばい、これはすごい、めっちゃ顔にくるあったかい、すごい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 わ。いや、ペレットやばいわ、これ最強だね、これ最強だね。結構値段する、もしかして1万6000円ぐらいで買いました。そうなんだ、うん、で、こんなにすごいんだ火力、うんうん、いや、これこれすごい、すごい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 、もうリフレクターを超えていってるめちゃくちゃあったかい、すごい。でもレンジャーと同じぐらい上がってるね。なんだってめっちゃ熱いもん、うん、一気にすげえよあ、早いね、しかもあのここまで来るのが、うん、すごいです。火が育つのが、あのこれは冬最高だわ。ナフコ、うん、もやったじゃん、うん、なんか火が上がるの結構時間かかるじゃん、だし全然違う全然違う、全然こっちの方が威力ある。もう半端じゃないもんこの高さが。何なんだろうね、なんか薄く敷いてるだけじゃんペレットも、同じようにだけど、この火の上がり方っていうのがすごい、すごいね。もうちょっと、ただペレット結構減るね、やっぱり火力がすごいから。あー、どんどん消費していく。たくさん入れたから火が強いわけじゃないんだね、この量でもこんなにね。どういうどういうシステムでこんな火が高く上がるんだろう、うん、これはすごいすごい。ちょっともうちょっと火を調整する、うん、安定させたら、うん、あの薪入れてみようかなと思います、うん、チャッカマンあるよ、ありがとう、よいしょ。あったかいねあったかいよね、うん、めっちゃあったかい。この上半分で燃えてるんですよ。で、この下半分はもう受け皿みたいになってて、灰だけが落ちていくんですよね。だから、うん、この中に灰がどんどんたまらないから。へえ、落ちてってないんだ。あの下に全部落ちていってくれてるっぽいんだよね。あ、逆に？そう。で、上は詰まっちゃ詰まらないんだ。そうそう、だんだん灰が詰まってくるっていうのがあんまりなさそう。あー、いいね、空気がそしたらちゃんと循環、うん、火力が落ちないんじゃないかなって思ってるんだけど、どうなんだろうね。どうなんだろう、すぐ燃えちゃう。どうした？何もいないよ。ニコニコニコ
あ、どうしたの。あ、みんなに怒られちゃうよ。ニコニコ、なんかいた、なんかいた、見えた、大丈夫よ、怒られちゃうよ。わかったわかったわかった、ニコニコ、わかったよ、わかったわかった。はい、そしたら今ペレットだけで燃やしてるんですけど、うん、そこに薪を入れてってみようと思います。薪をくん、ただこれやっぱ結構浅いから薪をちょっとこれこのサイズね入れると35センチサイズぐらい、ここ入りきらない、入りきらないんで、もしかしたらこう煙が上がっちゃうかもね。なるほど、このサイズで入れちゃうと、こうやってこれでちょっと試してみましょう。火力強くて見えないけどね、この薪入れてもかっこいいね、やっぱりかっこいいよね。3本ぐらい入れてこうなんかドカッとさ、うん、ドカッと入れてどうなのか。なんかいたの、なんか見えたの。そうか、よし、ちょっと待ってみます。大丈夫、もう大丈夫、もう文句言っちゃうな。はい、だいぶ落ち着きました。薪入れたんですけど、ペレットだけの方が、まあ、若干火力強いかな。でも薪でも全然燃えますね。ペレットと一緒に燃やしてるんですけど、薪を単独で、単独で薪だけだとちょっと弱いかもしれないね。こんな感じ。薪もでもなくなるの早そう。ダメダメ、2個よいしょ、もう終わり。立てれた、立てたらこうすごいね。うお、すっげえ熱い、熱いとにかく火力はやばいです。多分うちが持ってる焚き火台で過去最高です。これはやばいです、本当に。いやすごい、あったかい。薪だけになるとやっぱちょっと火力落ちて煙も若干出ますね、出てる分。こんな感じ、今ほぼ薪だけで燃やしてます。まあこれはこれでいいけどね、味があって、うん、やっぱ薪が入ってると絵になるね、うん、そうね。はい、なんかやっぱね、これ今ペレットを足したんですよ結構、うん、そうするとやっぱり炎が綺麗になるね。火力もアップしてすごい綺麗にこう横から筋が出てます。炎がしっかり上がってめっちゃ綺麗。ちょっと上から撮ると分かりやすいかな。すごいです。やっぱペレットの方が得意みたいね。で煙全然出ません。すごい火力がすごい。今こんぐらい上がってます。何してんの何してんの何やってんの。発進発進いなくなったけど、わー、ね、最高。ハルビンちょっと締め取りたいんで、あ、すいません。はい、ということでですね、以上このブルースカイアウトドアリビングの焚き火台レビューしてみました。ハルピンさんいかがでしたか。過去一です。これ過去一すごいね。すごい、うん、なんかうちは結構あの二次燃焼の安い焚き火台とかレビューしたりしてるんですけど、うん、あのそれはナフコのね DCM ブランドの組み立て式のやつとかもやったりしてるんだけど、うんうん、それよりもやっぱ火力が全然強い、うん、なんかしっかりちゃんとこう穴から空気入ってきて二次燃焼してるなっていう感じ。あったかいね、すごく。めっちゃあったかいし、うん、火力もすごいし、あと、まあ、まだ分かんないけど、うん、そのつまらない、燃えかすがつまらないで、うんうんうん、まあ長く温まれたらいいなっていう感じ。そうですね。あと他と被らない、あんま見ないよね、シルエットがかっこよくて、うん、なんか最初下がちっちゃくて上が大きいから、う
大丈夫かなと思ったけど、すごいすごいちゃんと安定してて、うん、かっこいいし、いやすごかったです、うん、これめちゃくちゃいい、うん、まあしっかりしてる分やっぱり重たいんですけど、うんうんうん、まあでも このサイズの半分にね、収納はできるんで、うん、重たいけどまあ多少ちっちゃくなるし、うん、使いやすいんじゃないかなと思って、はい、おります。でやっぱりペレットの方が綺麗に燃えると思うんで、うんまあ、薪でも全然いけますけどね、うん、いろいろ遊べるんじゃないかと思いますね、うん、ねえ、うん、でこうなんか五徳を置けば、まあ、料理もいけなくはなさそう。確かに、うん、なんか平らな五徳があれば、うん、ポンって置けるから、うんうん、それもできないことはなさそうですね。いやこんなにパワーがあるとは思わなかった、ねうん、結果やっぱり近づけないぐらい熱くなる。そう近づけない、すごいあったかい。うん、今これ撮影のために撮っちゃったんだけど、うん、さっき の反射板、はい、リフレクターですね、大型リフレクターもあれを併用するとめちゃめちゃ暖かいから、うん、ぜひ参考にしてみてください。照り返しのあの暑さがすごいよね。すごいよね、うん、顔とかすごいもん、ね、すごいということで、はいはい、まあ、他にもねもちろんキャンプの動画とか、旅の動画とか、最近はねこのニコとメリー保護犬のね様子、迎え入れてからの生活の様子とかもね、うん、やっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方していただいて、他の動画も見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。プードルバージョン、そうそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。ありがとうございました。あったけー。